最後に7番ポートデラメール人気を集めています。ポートデラメールがゲートイン、係が離れます。スタートしました。ロケットスタート、ネーブルオレンジ、早くも2馬身から3馬身リードを取ります。ネーブルオレンジが花を切る形、2番手5番のオンザブルースカイが追走していますが、最内から1番のスターアイズが詰めて前3頭です。そして1馬身後方ですが、外目からハックルベリー、この辺りは中段、これを見るようにポートデラメールは後方から3頭目、あとは4番のアンヘリートが続いて3コーナーカーブ、そして1番後ろ若干離される形で2番の大名浜田がレースを運んでいます。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点へとかかるところ、3番のネーブルオレンジが先頭です。2番手には1番のスターアイズ、スターアイズが現在2番手の位置につけています。600は36秒9、3番手の位置に今5番のオンザブルースカイ上がって、そしてその内々からは6番のハックルベリーですが若干促している、これを外からかわすポートデラメールです。そしてその後は4番のアンヘリート、第4コーナーからさあ直線コースへと向かいました。前の争いですが、ネーブルオレンジ、スターアイズ、内外離れての攻防に、外をつきましては5番のオンザブルースカイ、そしてポートデラメールが足を伸ばしてくる。しかし間をついたオンザブルースカイが抜けた、オンザブルースカイが抜けた、外からポートデラメールが接近、オンザブルースカイ、ポートデラメール2頭並ぶようにゴリ。さあ最後の瞬間どうでしょうか。粘り込みを図りますオンザブルースカイに、最後7番のポートデラメール。